俳優の高橋文哉が初主演し、桜田日和がヒロインを演じる映画、交換嘘日記は、7月7日より劇場公開されることが決定。特報と二人が制服に身を包んだポスタービジュアルが解禁された。本作は、シリーズ累計50万部を突破した、桜井伊代による同名青春小説の実写映画化。携帯小説サイト、のいちごで配信された原作は2017年に文庫化され、2020年に TikTok で話題になったのをきっかけにシリーズ化、ジュニア文庫化、コミカライズ化され、異例のメガヒットを記録した、すれ違い、ラブストーリーだ。バル、高校2年生ののぞみは、ある日移動教室の机の中で、ただ一言、好きだ、と書かれた手紙を見つける。送り主は、学校一のモテ男子、瀬戸山、いたずらかなと戸惑いつつも、返事を靴箱に入れたところから、二人の秘密の交換日記が始まる。そんな中、瀬戸山の手紙や交換日記が、実はのぞみの親友宛てのものだったことが判明。勘違いから始まった交換日記だったが、のぞみは本当のことが言い出せないままやり取りを続けてしまう。いつも空気を読みすぎてしまう話し下手なのぞみは、自分とは真逆の思ったことをはっきりと口にすると直球な瀬戸山を苦手に思っていたが、彼を知るうちに惹かれていく。その一方で、打ち明けるきっかけをどんどん失っていき、事態は思わぬ方向へ。嘘から始まった切ない片思いの行方は、学校一のモテ男子、瀬戸山純を演じるのは高橋文哉。2019年に仮面ライダー01の主人公に抜擢され、7クール連続でドラマに出演、最愛、君の花になるの公演も話題を呼び、2022年には日経トレンディが選ぶ来年の顔にもなった。バル、恋愛映画初主演となる高橋は、学園ものの胸キュン映画に出演させていただくことが初めてなので、すごく嬉しかったですし、新鮮な気持ちで楽しみたい、皆さんがキュンキュンできる最高の青春映画となるよう努めます、と気合十分だ。つい空気を読みすぎてしまう不器用なヒロイン、黒田のぞみを演じるのは、セブンティーン、専属モデルとしても活躍し、つい先日卒業が発表されたばかりの桜田日和。桜田は子役からキャリアを重ね、映画、おそ松さん、彼女、お借りします、サイレント、など、話題作への出演が続いている。恋愛映画ヒロイン初挑戦の桜田は、私でいいのかな、という驚きと嬉しさと半々の気持ち、演じるにあたり前髪を切ったので、心機一転、のぞみちゃんになるという気持ちで臨みたい、とコメントしている。監督は、インビジブルの演出のほか、中学生日記、アンナチュラル等のセカンドディレクターも務め、キュンとするラブストーリーから感涙ドラマ、コメディーまで幅広い演出に定評のある竹村健太郎。脚本は、P と JK、ハニーレモンソーダの吉川奈美が担当。バル、原作者、桜井伊代は、とても爽やかで素敵な高橋文哉さんと、すごく可愛らしくて魅力的な桜田日和さんが、原作のあのシーンや原作にはないけれど個人的に大好きなシーンをスクリーンで見せてくださる日がとても楽しみです、と期待を寄せている。映画、交換嘘日記は、7月7日より全国公開。高橋文哉、桜田日和らのコメント全文は以下の通り。コメント全文、高橋文哉、瀬戸山純役。瀬戸山役のお話をいただき、学園ものの胸キュン映画に出演させていただくことが初めてなので、すごく嬉しかったですし、新鮮な気持ちで楽しみたいと思いました。桜田さんとは初共演ですが、いつもニコニコしていて君役がぴったりで、僕もまっすぐ役に向き合えたらと思わせてくれる方です。瀬戸山はド直球なキャラクターですが、すぐに行動に移せるところが素敵だと思います。役作りのために、サッカーの練習も始めました。17歳の役なので、桜田さんから若いエネルギーをいただきつつ、あまり大人びないように演じたいと思います。初めて演じるタイプの役で緊張もありますが、チーム一丸となって皆さんがキュンキュンできる最高の青春映画となるよう努めますので、楽しみにしていてください。桜田日和、黒田君役。君役のお話をいただいたとき、私でいいのかな、という驚きと嬉しさと半々の気持ちでした。
私も望みのように、自分から発信していくというよりは人の話を聞くのが楽しいタイプなので、そうした部分がすごく似ているなと感じています。高橋さんは優しそうな方という印象があり、お芝居ご一緒できることが楽しみです。そして今回のぞみを演じるにあたり前髪を切ったので、心機一転、のぞみちゃんになるという気持ちで臨みたいと思います。同世代の共演者の方も多いので、皆さんと一緒に楽しくこの、交換嘘日記を作り上げていきたいと思います。桜井よ、原作。この度、交換嘘日記の実写映画化が決定しました。映画化のお話をいただいたときは、そんなことが現実に起こるんだろうかと不思議な気持ちでしたが、今は実感が湧いてきてふわふわしています。バル、とても爽やかで素敵な高橋文也さんと、すごく可愛らしくて魅力的な桜田ひよりさんが、原作のあのシーンや原作にはないけれど個人的に大好きなシーンをスクリーンで見せてくださる日がとても楽しみです。作品を通じてご縁のあったたくさんの方のおかげで、このような機会に恵まれました。本当にありがとうございます。